ギシェット、ビジェルブランが、1794年ギシェット、ビジェルブランがアグラエルイーズ・フランソワーズ・ガブリエルド、ポリニャックは、ブルボン朝末期フランスの貴族女性。ギーシュ公爵夫人、ノチグラモン公爵夫人、王妃マリー・アントワネットの長身ポリニャック夫人の長女、宮廷では、ギシェットの通称で知られた、ポリニャック夫人と夫のポリニャック伯爵の第一子、長女。両親が、 公爵に昇爵した1780年の7月11日、わずか12歳の時に、第7代グラモン公爵の老いで、後継者のギーシ公爵アントワーヌと結婚。夫とは13歳の年の,の差があった。結婚とともに、夫の儀礼称号にちなむ、ギシェットの通称で呼ばれるようになる。通常、宮廷貴族の婚礼時に国王が花嫁に歌詞する。 今週は6000リーブルが相場だったが、ルイ16世夫妻がギシットに用意したのは80万リーブルと破格のものであり、宮廷の人々の驚きと怒りを呼び起こした。母譲りの美貌に恵まれたギシットは、母同様に王妃のお気に入りであり、母やおばのディアーヌ伯爵夫人らと共に、王妃主催のアマチュア劇団の主要な演者の一人であった。フランス革命勃発後は、 一族と共に国外に脱出した。1794年、画家ビジェルブランは、総裁政府様式の緩やかな衣服をまとい、青いターバンを頭に巻いたギシェットの肖像画を描いた。画家の回想録によれば、私は偶然ギーシュ公爵夫人と再会した。彼女の愛くるしい顔立ちは以前と全く変わりが、なかった。1803年、ギシェットは、 最終的な落ち着き先だったエディンバラの自宅で火事に遭い、焼死した夫との間に三人の子を設けた。ありがとうございます。